まあ、ここにちょっとあるんですけど、こういうね、まあ、このグレードのカメラにちょっとしんどいかなと思うんですけど、まあ、こういうですね、まあ、カールツァイスですね、ツァイスの、ゾナーですね、F1.8-135ZA という、もうものすごい重たいレンズなんですけど、これですよ、これ。どんだけレンズでかいねっていう感じですけど、ね、まあ金属ですしね、ここも。このフードも金属です。もうなんか茶碗か何かかなというぐらいなんですけど、まあこういうね、あのレンズをつけたりなんかすると、非常に条件が整えばですけど、いい絵が出てきます。まあカメラじゃなくてレンズのあれじゃないかなと思うんですけど、これね、こうつけるんですよ、ガチャッと、これね、こうですね。ただですね、この状態でカメラを持つと思いっきり前に倒れますね。このボディ側が非常にこう軽い作りになってるというか、ね、まあ、全部プラスチックですから、それに対してレンズはもうガラスと金属でね、まあ、特にこのゾナーは大きいですから非常に重たい、持つのがしんどいです。これは前に傾きますからバランスが悪いというのがありますね。で、ですね、まあこれここにちょっとあるように、F1.8 なんですけどね、これここ F1.8 ピントが合わないですけど F1.8 なんですけど、このアルファスイートデジタルにつけた場合は絞り優先にすると今これ 5.6 になってるんですけど、ね、こうするとですね、ここですよ、 F1.7 わかりますかね、これ F1.7 になってるのになるんですね。これ本来F1.8 って表示されるべきなんですけど F1.7 になってるというのはまあまあ仕様だとは思うんですけども、こっちがね作られた時にこっちはありませんでしたから、まあそういう関係で F1.8 のレンズなのに F1.7 と表示されるんじゃないかなと思ってますね。まあレンズの紹介はねちょっとまた別の機会にできればなと思うんですけど、まあ、他にもここにまた別のねG レンズですかね、これソニーの G レンズもまああるんですけど、まあツァイスと G と、他にもねシグマのレンズであるとかいうのが非常に数たくさん、まあソニーのレンズもありますけどそういうのがありますんで、その紹介もまたできたらなと思います。でまあコニカミノルタがカメラから撤退してですね、まあその後ソニーが引き継いでアルファ100というのが出てきたと、まあ、アルファ100という名前はついてますけども、まあこのアルファスイートデジタルの後継ですから、まあ、アルファスイートデジタル2と呼んでもいいカメラなんですけど、まあアルファ100はね正直これとほとんど変わりません。これ600万画素に対して向こうが何だろう、1000万画素かな、800か1000かそのぐらいだったと思うんですけど、まあ画素数はちょっと上がったりとかですね、D レンジオプティマイザーとかそういうものの搭載はあったと思うんですけど、まあ、シャッター音もね似たようなもんだったし、まあ、バッテリーはソニーのに変わりましたけども、パーセント表示ができなかったような気もしますから、まあアルファスイートデジタルを元にして、まあ、とりあえず作りましたというねソニーのカメラですよ。まあ、今はもう中古でしか買えないですけども、まあ、そっちも安く買えると思います。ただまあよっぽどの理由がない限りねコレクターアイテムとしてソニーのね一発目の
ね、あの A マウントカメラだというので、まあ、コレクターアイテムとして買うんならまだしも実用としてはちょっとねこっちと大して変わらないんで、まあ、積極的に買うようなカメラではないかなと思います。で、まあ、その α100 が出た後にですね、まあ、α100 はカメラのグレードで言うと下の方ですからエントリーモデルなんですけど、まあ、ミドル機種というかね中級機として、まあ、その後に出てきたのが、まあ、ここに置いてあるこれですね、 α の700と700ですねというカメラですね。これはねまあ、私のお気に入りのカメラなんですよこれね。まあ、今はあの今回はねちょっとこのアルファスイート中心に話しましたんで、まあ、これはちょっとまた別の機会でやりますけども、これはねシャッター音が非常にいいとかですね、キレがいい動作がね緩慢ではないとか俊敏であるとかっていう非常にいいところがあります。まあ、グリップもね非常に持ちやすいです。まあ、私が今までこう触ってきたカメラの中では一番この α700 がねいいんじゃないかなというグリップですよここね。まあ、上にね中級機なんだけどもなんか液晶がないとかですね、まあ、プラスチックでしょうとか、まあ、そういうようなところはありますけども非常にいいカメラですこれは。だからまあ中古のねカメラをいろいろ探してる人で、まあ、ちょっと古いカメラもやってみたいなという人はこの α700 はまあ私のおすすめですねこれ。まあ、これもね登場してから結構年数が経ってるんで、まあ、中級機とはいえ古いですから安く手に入ると思うんですよ中古でね。まあ程度のいいのはねなかなか見つからないかもしれないと思うんですけど、まあ、もしそういうのがあったらちょっと一回ね触ってみるのもいいかなと思います。シャッター音がね非常にいいですよ。こっちはねちょっと動画でも流したようにこうシャコーンシャコーンシャコーンというねもう情けない音ですけどね、こっちはもうシャキシャキというね非常にキレのいいね音がします。まあ、開発するときにねソニーのオーディオ部門とね、まあ、どこまでのやり取りしたのかわかんないですけど、まあまあ一応そういうね話をオーディオ部門としながら音を調整したというようなことがあるみたいなんで、まあ、このシャッター音はね、まあ、YouTube で探すと α700 のシャッター音上がってると思うんでね、まあ、そのあたりまた探してみてもいいと思います。ちなみにこっちは最高シャッター速度秒間3コマですけど、こっちは中級機ですから5コマまで上がってます。メディアはね同じようにこのSD カードではなくコンパクトフラッシュですね、昔のやつですけども、まあまだ十分これは使えます。でまあここね APS-C サイズですね、センサーサイズが、まあニコンとかキヤノンとかねフルサイズも出してるのに、じゃあここにコニカミノルタソニーのねこの A マウントの流れでないのかというようなことが、まあ、あるんですけど、まあその後に出てきたのがまあこれですね、アルファ900900と映らないか、アルファ900ですね、これですね、フルサイズですこれね。まあ、上から見るとこういう感じで、まあ、液晶があって、まあ、こう液晶というのも大したこと表示されないんですけど、まあ、ボタンがあってというので非常にね大きいカメラですね。まあ、この紹介もねまたできたらと思うんですけど、まあ、これちょっとグリップをね別につけてます、ソニーのこれですね、こう指を入れてやるやつですね。これで今この状態で落ちないと
いうようなやつですけど、まあ、この紹介はね、また後ほどできたらなと思います。よいしょ、こういう感じかな。あの他にもね、ソニーのカメラまだ何台かあるかな。今撮影してるアルファ77もそうですし、アルファ55とか57もあるんかな、とか、キャノンもあればニコンもあるし、今それぞれのレンズというようなこともねあるんで、またそのあたりね、紹介できたらやっていきたいなと思います。はい、ではありがとうございました。